ニンテンドーパズルコレクションは、ニンテンドーが2003年2月7日に、日本で発売した、ニンテンドーゲームキューブ専用のアクションパズルゲームである。開発は、インテリジェントシステムズなど。当時のプロモーション動画では、パズコレの略称が用いられた。日本国外では、未発売。ニンテンドーの部分は大文字表記である。 ニンテンドーが1990年代に発売したドクターマリオヨッシーのクッキーパネルでポンのゲームキューブ向けリメイク版とゲームボーイアドバンスへの転送版を収録したオムニバス作品でパッケージやタイトル画面に副題ドクターマリオヨッシーのクッキーパネルでポンが記載されている。本作は GBA ケーブルによるゲームキューブとゲームボーイアドバンスとの連動を特徴とした。 定価は当時のゲームキューブソフトの標準価格より1000円に安く設定され GBA ケーブルも同梱された。ゲームキューブのコントローラポー,ートとゲームボーイアドバンスの通信端子を GBA ケーブルで接続するとゲームボーイアドバンス本体でゲームを操作することができる。さらにゲームボーイアドバンス本体メモリにゲームを転送する機能も用意された。この機能はジョイキャリーと呼ばれる。 発売前後には月間任天堂店頭デモにて時間制限付きの体験版が公開されるとともに店舗によってはデモ機に GBA ケーブルが接続されジョイキャリーによるゲームボーイアドバンス転送版のダウンロードサービスも実施された任天堂は広報活動にあたり本作が女性からの興味関心が強いと分析したテレビ CM には安倍浅見を起用し 任天堂や各マスコミは彼女のテレビ CM デビュー作として報道した。この CM は安倍が友達を家に予備ゲームに興じる内容で各ゲームの紹介は数秒の画面映像のみに止められた。発売前後には任天堂ホームページ内で CM 撮影の様子を紹介したページが公開された。店頭で配布されたチラシではピンクと白のチェック模様を背景とし、 見開き、最上部で妖精の女の子を主人公としたパネルで本の紹介をするなど、女性を強く意識したデザインとなった。任天堂のゲームソフトでは初めてセロによる審査を受けたソフトとして発売された。レーティングは全年齢対象である。任天堂は日本国外での販売も検討し、2003年5月の E3 において、 本作をゲームキューブとゲームボーイアドバンス間の連動を特徴としたコネクビ TV タイトルの一作として公開するとともに S 部による審査も済ませた。しかし日本国外での発売は取り消された。いずれの作品もゲームキューブ版とゲームボーイアドバンス転送版の双方が収録されている。ただし各ゲームはそれぞれ独立しておりゲームキューブ版とゲームボーイアドバンス転送版の 連動もなく、いずれも一人用となり、プレイヤー同士の対戦はできない。初出は1990年発売のファミリーコンピュータ版及びゲームボーイ版。一人で遊ぶではオリジナル、お話、VS コムフラッシュ、耐久、スコアアタックのルールで、二人で遊ぶでは、フラッシュスコア,アタックのルールで、みんなで遊ぶでは、タッグバトルフラッシュのルールで遊ぶことができる。 本作は2001年に北米にて発売された Nintendo 64用ソフト Dr. マリオ64をそのまま日本語に翻訳して移植したものにあたる。敵キャラクターは2000年発売のワリオランド3さん不思議なオルゴールに登場したもの。ゲームボーイアドバンス転送版はファミリーコンピュータ版をゲームエミュレータで動作させているが対戦プレイはできない。 あとに対戦プレイを可能とした完全版がファミコンミニシリーズの一作として発売された。さらにゲームキューブ版の演出を再現したリメイク作、ドクター・マリオパネルでポンも発売された。初出は1992年発売のファミリーコンピュータ版及びゲームボーイ版。一人で遊ぶではオリジナルストーリーを遊ぶことができる。クッキーゲージの表示位置が画面左下になっている。 本作では、二人で対戦や、みんなで対戦などの対戦モードではクッキーを消さない、状態が続くとタイムゲージではなく動過線が短くなり、動過線がなくなると敗北となる。本作は3作品の中で唯一新規に開発された。開発は当せ。ゲームボーイアドバンス転送版は、ドクター・マリオと同様に、ファミリーコンピュータ版をエミュレータで動作させており、 対戦プレイはできない。初出は1995年発売のスーパーファミコン版。一人で遊ぶではエンドレス VS コブスコアアタックステージクリアパズルのルールで、みんなで遊ぶではお邪魔対戦。スコアアタックステージクリアのルールで遊ぶことができる。本作は、任天堂ソフトウェアテクノロジーコーポレーションが開発し、二千年に北米にて発売された、ニテンド用ソフト。 ポケモンパズルリーグが原型となっているが、日本での発売にあたりグラフィックや楽曲、演出を変更し、スーパーファミコン版に近い雰囲気を持たせた内容の続編となっている。これらの変更に伴う素材は、インテリジェントシステムズと任天堂が制作した。ゲームボーイアドバンス転送版は、インテリジェントシステムズが新規に開発した。後にこのプログラムを流用した。 ドクターマリオパネルでポンが発売された。ニンテンドーパズルコレクション。ありがとうございます。